ドクさんどううもおお疲れ様ですすサプライズの方をお貸ししいいただきままありがとうございます今ねピリピリと、まあ、最後のトライをしてるところですけどもまあ当初はね一番最初の頃は私のこのプラジモ効果もあったのかもしれませんけどもおなんか良くなったなみたいなところがあって実際に良くなったところあると思いますというのがこっちの手がね上がるようになりましたんでねここまでこれは神サプライズの効果だと 思思っていいいいんじゃないかなかとます以前はここまで上げようと思うとこの肘をねこっちの手で支えないといけなかったんですよ。それは確かにあったなと思いました。でまあ心残りはねやっぱりねあのセレクトボタンの2がなんかうまく機能しなかったかなっていうところでまあここはねえー、まあ本当に残念だったなというところがあります。まあ、私がね間違えて何かのボタンを押したんだと思いますけどもえー、その初日はね2でいけましたんでね。 2日目から、ちょっとこう、3日目からかな。うん、なんか、1しか効かなくなったんですけども、そこが、まあ、一つ大きな懸念点かなっていうところですね。はい。まあ、でも、本当にお貸しいただきました。ありがとうございました。えー、一両日中に、えー、変装をさせていただきますんで、えー、まあ、パッドの方はね、使わせていただきましたけども、あとは、きっちりと、忘れなく、すべてを入れて、お返ししようかと思います。本当に、かすません。ありがとうございます。 それからね、今回の動画のどこかであのご紹介いただいたあの赤い箱のやつねココナッツのオイルでしたっけねあれなんかいいんじゃないですかあれはなんかこう代理店販売とかネットワークビジネス販売になるんですかね、まあ、いずれにしましてもちょっとノクさんが効果があったっていうことなら私も全面的に信頼したいなっていうところがありますんでね、まあ、お腹がキュッと抑えられたりとか 何ですかね宿便が出るような感じなんですかねあの私も特に内臓の調子がおかしいわけではないんですけどもまあいろいろとねこう試してみたいなと思うところもありますんでもしよろしかったらねまたお知らせいただければ幸いでございますまあちょっと結構ね金額するやつですけどもあれは1か月分っていうことですかね箱1個がココナツココナッツなんかいいそうですよね はい、えー、今回はね以上のようなメッセージになります、えー、本当にね1週間神サプライズチャレンジやらせていただきまして今回は貴重な機会を得ました本当にありがとうございますそれではまたもこれからもよろしくお願いします